ピーマ TV、YouTube、そしてニコニコ動画をご覧の皆様、こんばんは。閉店くんです。今回は長野県松本市にございます、ケイズ松本店さんに来ております。はい、去年末にですね、グランドオープンしまして、今日が1月25日ということでね、約1ヶ月、グランドオープンから経ったんですけど、はい、長野県に来ること自体がね、結構ね、久しぶりなんですよ。ね、もちろん松本地域は初来店。ね、じゃあ早速店内に行ってビッカビカね光らしに行ってみたいと思います。入店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 やってきました、ケイズ松本店さん。それでは早速店内で旅に行きましょう。いや、やってまいりました、ケイズ松本店さんね、初来店。えいえい、どうもありがとうございます。いや、すごい綺麗。もうね、パチンコスロット合わせてね、仙台オーバーですよ。1185台だっけな。でスロットだけで465台ということで、じゃあね、どんどん行きましょうか。わあ、ジャグラーコーナーまだいますね。はいはい、モンスターハンターの信頼ですね、恐竜戦線、3066、なんかもっとすごい台あるかな。おお、すごいねこれね、4000枚オーバーね、33-82っていう台がありました。すごいな、何台あんの。ハーデスめっちゃあるな、ここにもあるしそっちにもあるしみたいな、すごいね。本日5000枚ですね、ハーデス凱旋5000枚ですね、5000枚の5000枚あ、7000枚っていうのもあったけど、まあ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 、5000枚ってありますね。行きましょう、どんどんね。はいはい、あ、オキソロもあるんだ、珍しいですね。長野県ってそんな30杯ってって感じだと思ったんですけど、ちょっとね、お時間もそろそろないんで、ジャグラーコーナー見ていきましょう、どんどん。はい、ちょっとね、音声トラブルでね、ちょっとね、入店してからちょっとお時間少々かかってしまったんで。おお、光ってる、いいね。あー、ビッグおめでとうございます。ニューアイムジャグラー XKT も、あー、どうも、えいえい、えいえい、どうもあざす。174 174 139、すごいね、15-34、レギュラーが34ですって。偏っちゃったね。あ、すごい、118分の1のジャグラってるよね、え、素晴らしい。あー、どうも、えいえい、あざす、えいえい、どうもあざす。さあ、どんどん行きましょう。さあ、マイジャグラーとゴーゴージャグラー、あー、123か、23-23、高校じゃぐらいで行ってみる。遅いとこ、角台だから。あー、どうも、えいえい、あー、どうす、おい、あー、ごめんなさい、化けなんだね。ということで122っていうハッピーがあるんですけど、ちょっとね、試行回数が少ないんですよね。よし、あれで行こう、時間もないし。あ、どうも、えいえい、頑張ります。はい、ということで、23-23ね、綺麗に1対1、パッパーやめですね、パッパーやめ。じゃあこいつで行ってみたいと思います、えいえい。はい、それではね、北電子さんのゴーゴージャグラー行ってみたいと思います。あと12分ぐらい、はい、おさりパチャンス、行かない、あ、そうか、あと告知だ、完全ぶどう忘れてた。いやーねー、最近すごく調子良かったのに、前回の閉店くんね、ちょっと光らせられなかった。まあでもしょうがないよね、まあできればね、レギュラーでもいいんで、一回光ってくれればね、マイナス収支を少しこう抑えることができたんですけど、ちょっとね、一回も光らせることができなかった。でもね、座った台は良かったよ、うん、今日もいい台に座れた、すごいよ。だってジャグラーだけで確かね、100台ぐらいあるよこのお店。すごいよね、だって花花もあるし、ドリーム花花、花花ホーもあるでしょ、で花火も結構な台数あったんで、もうノーマルタイプだけで何台のぐらいのすごい感じ。って言えるように。ビッグ引いてね、って言えるように頑張りたいと思います。
もうここ最近ね、もうジャグラバック打ってる本当に。花花でもいいかなと思ったんですけどね、ちょっとジャグラーコーナーのやっぱね稼働がすごい良かったんで、今回はジャグラーで。ブドウ。さあさあ、そば食って帰んねえとやっぱ長野といえばそばですよ。はい、ここ最近何かあったかな。いや、ぶどういいね、うん、はいはい。あ、話しちゃった47枚目。あ、粘る、いいね。47枚目、粘る、いいな、いいよ。粘ったついでに、はい、残念、つが通しダメだったいやー早く勝ってほしいな。ほんとね、2017年こそはトータル収支をねプラスにしたいなと。いや、したいなじゃなくてする、もう絶対する。もうしなかったらやめるいや大丈夫でしょ。だって去年だけでも確か3000万以上プラスなんで、ねえ、大丈夫ですよ。あ、でも前回なあ、あんないいジャグラー打って引かなくて、今日も引かなかったら300ゲーム間ぐらい引かないことになるんだよな。それはそれでちょっとやだな。94枚目、残念、セカドーし。じゃあ、お、勝った。じゃあ差し入れいただいたんで、あ、いいです全然。ガー、おめでとうございます。ありがとうございます。よかったよかった。はい、今回撮影に協力していただいたこちらケイズ松本店参戦ではちょっとだけ。もう PS 合わせてね、1185台、スロットだけでも465台というね、大型店なんで、ぜひね、遊びに来ていただきたいと思います。だってね、今日閉店軍が掴んだ台、ねえ、いい台でしょ？もう5000回以上回してね、125分の1とかなんで、ね、そんな台が。あちらこちらにありますんでね、ぜひね一度ご来店して会員カード、あとはねアプリやってますんでね、ぜひねアプリの方をダウンロードチェックしていただいて、こちらのねケイズ松本店さんに遊びに来ちゃってください。後半戦は光るのか、えいえい。なんかあったかな最近。ああ、そうそう、なかなかね松本って来ることがないんで、あのヘデン君、そうですね、結構いろんなとこに行かさせてもらってるんで、DQMSL 以外にあの国取りっていうね、あの GPS 使ったアプリをやってるんですけど、この辺の地域をね4つぐらい今日は獲得できましたよ。久々の更新ですよ、ね、なかなかねもう一回行ったところはねもう取れないんで、もう取ってるんで久々に更新したな。おー、やった、光りました、ありがとうございます。優しく光りました、豆豆豆、あの北の国からを見てくれればわかりますいいか、あ、時間ない、頼むぞ、ビッカーバケさんの投資3本か、47枚勝ちなんで141、あ、当たんない、ちょい負け。いやでも大丈夫、まだ打つ時間あるよ、ジャグレンすれば OK、 化けでもいい、あ、偉そう。はい、それじゃあ頑張っていきたいと思います。 HKM ランチャンチャンス、うい、あ、ダメだった、
だから本当にね、真似してください。勝てますから。いやいやいや、そんなって年間3000枚とかでしょ。いやでもですよ、例えばまあちょっと関東、まあその他の地方の方は分かんないですけど、例えば東京なんかだとね、 JR あのグリーン車ってあるんですよ。で普通の乗車券プラス例えば700円とか500円とか、まあ距離によってなんですけど、500円プラスにすればね、1日帰る前にちょっとやってね、え5000円プラスで帰りはグリーン車乗って帰れるとかね、まあ、いろんな使い道があると思うんですよ。なかなか自腹切ってねグリーンは乗れないですよ。はい、まあ、今日は相当勝ったしな、焼き鳥でも食って帰ろうかなみたいな、うん、もう一本ネギマス来ちゃおうかなみたいなそういうのもできるし、プラス5000円3000円バカにできないですよ。いやでも光ってよかった。せっかくね、長野に来て、まあ、今ちょっと見守ってくれてる方が何人かいるんですけど、その方々にねゴーゴーランプを光らせるところをお見せできたのはすごいよかった、うん、できれば勝ちたいんですけど、もう一度来い。ブドウ、さあもう一丁。はい、あーだやったあーいいな、どこ、あ、あれ見ながら叩こう。わービッグいいな、お、いいね、あれ見ながら叩いたチリ、おい、あゴー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 やめでございますゴーゴーやめいくよ。あ、残念、レギュラーでした。はい、それでは早速声の方を流したいと思います。えいえい、じゃじゃら11枚、あ、違う、55枚。はい、ということで今回の結果55枚、無念。はい、実践終了、無念無念ということで、今回こちら、ケイズ松本店さんで実践した機種は北電さんのゴーゴージャグラー打ちまして、投資枚数が、141枚、こちら47枚勝ちで3本なんで141、獲得枚数が55枚ということでマイナス86枚ですもんね光ってくれたんですけどね、光ってくれたんですけどね、負けたんだねということで負けてしまいました。いやね、でもね、よかった、うん、とりあえずやっぱなるべくね当てることはすごい大事ですから、うん、いい台を掴んで、光んないこともあるかもしれないけど、とにかくいい台を打つ。で、まあ、いい時はね、2回、3回光ったりすることもあるんで、うん、ということで、まあ、今日は負けてしまったけど、もうこれを負けずにね、いつも言ってますけど、頑張っていきますんで、引き続き応援の方よろしくお願いいたします。今回僕は負けました。次回は頑張ります。引き続き応援の方よろしくお願いいたします。次回は勝つよ。えいえい。